メディアを再生するグレン・オア・グレンダ、グレンとグレンダは1953年制作のアメリカ映画、史上最悪の映画監督として名高いエド・ウッドの長編デビュー作、目玉俳優にベラルゴ氏、女優にエド・ウッドの当時の恋人、ドロレス・フラー、一世層と性転換を題材にしたドキュメンタリードラマであるこの映画は副層盗作者であるエド・ウッド監督の実質的な 半自助伝であり、女装趣味のあった江戸ウッド本人が主演をしている。映画史上最低の50作の50位にランクインしている。服装盗作が社会から差別的な扱いを強く受けていた時代。服装盗作者グレンは婚約者のピンクのアンゴラセーターを着て、グレンダとして街を歩くのが好きだったが、自らの趣味に思い悩んだ末に人形遣いと呼ばれる科学者に相談した。 心理的な分析を受けながら同性愛、反音明、性同一性障害など様々な性的問題と服装盗作とを比較し、その違いと正常な人間であることを力説される。最終的に二人は人形遣いに祝福され、グレムは立派な服装盗作者として立ち直る。この映画は性転換を好まない宗教に対して寛容を要求したいという、 ウッドの異性奏者としての主張に動機づけられている。一見脈絡のない場面やありもののフィルムを監督以外には理解しづらい理由で構成し、めちゃくちゃとしか思えない編集で繋いでいるため話が著しく破綻している。グレンとグレンダはエドウッドが監督を務めた映画の中で唯一制作に関わらなかった映画である。グレンとグレンダは2012年現在パブリックドメインになっている。 1952年、写真家、ジョージ・ジョー・ゲンセンが、世界初の性別適合手術を行い、クリスティーン・ジョー・ゲンセンとなったことが、アメリカ国内最大の話題となった。これが、ハリウッドの低予算映画プロデューサー、ジョージ・ウェイスの直感を刺激した。ウェイスは早速この話題に便乗しようと映画化に乗り出し、この時に、服装盗作者であった、エド・ウッドを知った。ウェイスはウッドに対し、 世間から軽蔑されないよう控えていた服装盗作を再開しさえすればウッドはこの映画の完璧な監督になると説得。ウッドは金を手にすることと引き換えに上限線の映画を制作することになった。自分こそが上限線の苦悩を理解できると考えたウッドであったが上限線に出演を断られたため自身が主演するうちに性同一性障害の話ではなく ウッド自身の服装盗作に関する映画と化していった。再編集、編集この映画が完成した時、差しが短すぎた上に当初求められていた内容と非常に異なるものであったため、監督ウッドは性別適合手術に関するいくつかの場面を追加し、再編集した。プロデューサーのエースはさらにウッド演じる、主人公と科学者役、ルゴ氏の対話の一部をカットし、二つの無関係な、 ソフトコアシーンと一つの軽いボンデージシーンをつなぎ、貼り合わせた。この映画が、風切りにこぎつけたのは、ひとえに制作前から多くの映画館に販売されてしまっていたためであった。配役、編集監督となったウッドは客を呼べるスターが、必要と考え、かつてユニバーサル映画の吸血鬼俳優の花形で、あったが自局に翻弄され薬物依存症になってしまったベラルゴ氏を説得した。 彼は人間の運命を操る人形使いで、なおかつ主人公の精神を分析する科学者という役を与えられ、大げさに叫び感嘆しながら映画の狂言回しを演じた。ルゴ氏は以後、ウッドの映画の常連俳優となった。また話題作りのため、性転換を行ったクリスティーン上原戦に出演を依頼したが断られ、ウッド自身が偽名、ダニエル・デイビスを名乗って、 タイトルともなっている主役のグレン及びグレンダ役を演じた。また、ウッドの恋人、ドロレス・フラーはグレンの恋人役を演じていた。フラーはこの時点ではウッドの服装盗作に気がついていなかった。フラーには映画の本質についてすべてが説明されず、フラーが映画のセットにいる間はウッドも女性の衣類を着ることはなかったからである。とはいえ映画完成後のスクリーンには 真相が映し出されてしまい、フラーはこのことで恥をかかされたと訴えた。ベラルゴ氏の演じる科学者は何を目的としているのかが不明な登場人物である。ルゴ氏は名目上この映画のナレーターとなっているが、その語りは物語の本筋とは全く無関係のもので、実際の語り手はウッドの映画の常連俳優となるティモシー・ファレル演じる人物になっている。ルゴシ演じる 科学者は、頭蓋骨や星首や、試験管など、ホラー映画にありがちな、おどろおどろしい小道具に囲まれ、コブラの皮のかけられた椅子に座り、映画の観客に向かって、あなたの戸口に座る、大きな緑の竜に気をつけろなどと警告風のセリフを、叫ぶ役であった。また科学者の顔に、暴走するバイソンの記録映像が明確な理由なく二重、投影されたり、同様に明確な理由なく、 グレンが悪魔のようなキャラクターに取り憑かれるというシルレアルな悪夢の場面が延々と続いている。ストーリーを追うことは困難だが、服装盗作を認めてもらいたいというウッドの思いや迫力だけは伝わってくる。レーザーディスク版と DVD 版に収録されている予告編での映画の結末は劇場公開された映画の結末とは若干異なっていた。予告編ではフラーは憤慨しながら、 アンゴラのセーターをウッドに投げているが、劇場公開版ではフラーがセーターをより優しく、ウッドに手渡しする姿がある一方、女装のウッドが、カット。と叫ぶ一場面が見える。1969年から始まった映画批評本で、レオナルド・マルティンのベストセラー、レオナルド・マルティンの映画とビデオガイドは、この映画、グレンとグレンダを、ひょっとしたら、史上最低の映画と名付けた。 しかしウッドの映画はこれ以前にも、プラン Q フロムアウタースペースによって、怪しげな栄誉を受けていた。これらの映画は、他の B 級ホラー同様に埋め草として、深夜などにテレビ放送されており、あまりの意味不明さから、B 級映画マニアたちの間で話題になっていった。ありがとうございます。